マイドライブ内の PDF ファイルをタップします。操作アイコンをタップし、アプリで開くをタップします。Adobeリーダーで開くをタップします。表示方法を選択します。テキストにラインを引いたり、手書きで編集もできます。編集後は、保存をタップします。上向きの矢印アイコンをタップし、検索アイコンをタップして、ファイル内のテキストを検索できます。検索結果は、緑色で着色されて表示されます。Adobeリーダーで PDF の読み込みと編集ができました。